皆さんこんにちは、新澤俊彦です。今日はですね、真空管からなんと初めてユーストリーム配信をしております。真空管っていうのは下北沢にある僕のスペースなんですけれども、そこにカメラが入りまして、初めてこうユーストリームで配信してるんですね。で、今回ですね、それを利用してライブをしようというふうに思っています。初めての試みで、スペシャル企画、新澤的ハイテクナイト。4月の19日に真空管から、放送します。4月の19日日曜日ですね。これは実際に見に来ることができます。日頃真空管はライブをやってるんですが、普通にお客さんを入れてライブをします。だからぜひ来てほしいんですけど、来る人は、16時半開場、17時開演です。チケット料金は3000円になってます。来る方、アスクミュージックに電話をしてください。03-3477-7794です。それで、来る人ですね、この日はいろんな質問とかを受け付けて、その質問にこう答えながら喋るとか、なんかラジオにハガキ企画みたいな感じで、こういろんなことをお話をこう書いていただいて、それを読みながらっていう番組をやろうと思っています。それで、このハガキっていうか、メッセージとか、そういう質問とかはですね、ユーストリームで見てる人たちからも受け付けようと思っています。ですから、ライブに来られなくてもですね、ユーストリームを見ながら、自分でこう、質問をこう送ってみたりとかってことを、そういうことをやってみようかな。こうやって今回も、今もパソコン用意してますけど、そのパソコンでメールを受け付けたりとかしてですね、こう、なんでしょう、もう、こう、何限中継っていうんでしょうかね。で、そういう、こう、ラジオ番、いわゆる昔っていうラジオ番組のようにやっていけたら、ちょっと面白いなっていう。新しい試みをやってみようと思ってます。ですから、いつも遠く、私は遠くて真空管にいつも行けないっていう人もですね、ユーストリームでぜひ見てほしいというふうに思います。それから、なんかそういう現場ちょっと見てみたいなと思った人は、ぜひ下北沢の真空管に4月の19日に来てください。お待ちしております。で、ユーストリームの見方とかは、Facebook とか Twitter などで、そのユーストリームのその時のアドレスって言うんですか、その URL をですね、ちゃんと告知しようかなっていうふうに思っていますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ、皆さんのお越しをお待ちしてます。それからユーストリーム配信見てください。よろしくね。新澤俊彦でした。